スタッフとの人間関係が非常に悪くて、注意をすると謝罪すればいいんですかっていうような逆切れをされたりだとか、なんとかさん何々持ってきてっていうと返事もせずにこうドンって置かれたりとかですね、まあ、私自身へのダメ出しだったりとかっていうのが延々週例で20分とか30分とかですね、連日にわたってまあ続くような日々で、本当に毎日行くのが辛かったっていうような状況でした。売上がそんなに上がってない状況で、かなりやっぱり経費がかさんでしまうなっていうので、果たしてコンサルティングを入れることで、まあ、委員が改善していくのかなというすごい不安があったりだとか、まあ、半信半疑でかなり迷っていたんですけれども、コンサルティングのお話を聞くときに妻も同席していったんですけれども、やっぱり今まで通りでこのまま行動しなければ何も変わらないよねっていう、まあ、2人の意見が一致していたので始めさせていただきました。みんなで毎日お昼を楽しく食べたりだとか、スタッフ提案で運動会とか委員の旅行っていうのにも行けるようになったりだとかですね、私自身も毎日楽しく診療ができるようになりました。大きな問題とならないようにですね、スタッフと院長の間にコンサルタントさんが入ってくれて緩衝材となっているので、スタッフのモチベーションを高いレベルで維持していただいているなというのはすごく感じています。最初はですね、かなりもう否定的で、面談で無になるスタッフとか3分ぐらいで終わっちゃうスタッフっていうのもいたんですね。だけれども、コンサルタントさんがヒアリングしてくださったことをですね、可能な限りすぐに私自身が実践し続けることで、少しずつ委員の変化を感じ取ってくれたスタッフたちがですね、コンサルタントさんをまず受け入れてくれるようになって、で、私との人間関係っていうのもそれによって改善してきたかなと。今ではですね、スタッフがプライベートのことまで相談してくれるようになりました。開業当時からいる、辞めるかどうかの瀬戸際まで行ったっていうようなスタッフも、今では委員の理念や私の考えをですね、率先して後輩に伝えてくれるチーフのスタッフとして育ってきています。コンサル今開始して4年ですけれども、異業収入は5000万円から1億2800万円まで上がりました。自費率は当時 5% だったのが今では 25% まで上がりました。で、1日の患者数も30人から今は64人ぐらいまで上がってきています。委員経営を成功させるにあたって、何をするかというのもすごく大事だとは思うんですけれども、どのようにやるかっていうのがかなり重要だと教えていただきました。私自身開業前に赤本だとか数々セミナーに参加したりだとかですね、やった方がいいと言われてたことっていうのは全て準備してスタートしたつもりでいたんですけれども、結果は聞いていたものと180度違ってしまったと。自分のやりたいことばかりを推し進めず、スタッフとの信頼関係の貯金を作ることだったりとか、しっかりと意味付けをして物事に取り組むこと、委員の毎年テーマを決めて学習して、地下の知識や技術っていうのもスタッフとともに学び続けることで委員の売上を増やしていくっていうのもいろいろと気づかせていただいたかなと思います。コンサルタントの渡辺さんは委員の救世主だと思っています。先々委員に必要な取り組みっていうのを提案してくださるので、今の委員のレベルに合った課題っていうのが明確化されていて、それを達成することでここまで成長してきたんだなっていうのをすごく感じています。経済的にですね、コンサルティングの導入がギリギリな先生もいらっしゃると思うんですね。なんですけれども、今まで精一杯頑張ってきても改善しなかったということは、これからも今まで通りにやっていたら今まで通りになってしまう可能性が高いのじゃないかなと思います。なので、問題の解決に至る明確な手段を持っていなかったりだとか、さらなる成長のための課題っていうのが明確でない先生っていうのは、1年間だけでも試してみたらいいのではないかなと思います。